ジカです。来客？うちに？あ、ヌードルのお湯入れたとこやのに。いいかな、ルシア。市長？いや、なくてハガーさん。マイクでいいさ、ルシア。それより元市長がわざわざお出ましってことは。ああ、あの腐ったれマッドギアどものことで少しな。現市長の就任がクソちょっとばかり揉めたのは覚えてるだろ。議会の反ハガー派がブーブー言うてたやつやな。そうだ。それでそのクソったれ派どもに奴らが接触を図ってるって話がある。議会にマッドギアが？まあこの年寄りの取り越し苦労ならいいんだが。なんて言うてたけど、ここにはそんな気配ないかな。ま、ちょっとつっついてみましょうかね。アホな真似したら蹴り飛ばすで。うっせーぞ。殴りかかってきやがって。うちはまともな商売してんだ。ポリスになんざ用はねえってんだよ。でも社長、ルシアみたいなちゃんとしたおまわりさんが来てくれる店の方が他のお客さん安心するんじゃないかな。そうそう、うちもそう思って寄ってみたんよ。アハハじゃねえ。俺の店のどこが安心できねえってんだ。それは社長の顔。てめえら、いい加減にしやがれ。まあ基本的には真面目に仕事してるみたいやし、アビゲイルんとこは今のところ白かな。あとは現市長にちょっと釘刺しとくか。市長！なあ、なんだ、モーガン巡査か。巡回ご苦労さん。何か俺に用でも？市長、いやなくて、古い友人のコーディの方にちょっと付き合ってもらおうかな。
よっか。悪いが、好きなようにやらせてもらうぜ。蹴りだ、変わらねえな、ルシア。荒れたこの町で暴れてたあの頃のままだ。おおきに、コーディ。あんたも腕は落ちてないみたいで安心したけど、余計なことして隙見せたら足元救われるで。反市長派か。そう、そのごたごたにマッドギアが首突っ込みたがってるって噂がな。そんなわけやから、目つきの悪い兄ちゃんと夜の街で密会するとか、そういうのはほどほどにな。せいぜい気をつけるさ。ありがとよ。置いといたらこんなんなるん？なんなんこれ。